山形空港、山形空港、山形空港は、山形県東根市にある特定地方管理空港。愛称は、おいしい山形空港。南北に長い山形盆地の中北部、埼上川岸、東岸にあり、南北方向の滑走路を要する。滑走路東側に沿うように、国道13号や JR 山形新幹線、大宇本線、愛称。 山形線が並走しており、県庁所在地の山形市から北に約 20km の距離にある。最寄り IC は東北中央自動車道東根 IC。年間利用客数は1991年に約70万人でピークとなった後、ドレバコ路線の東京便と競合する山形新幹線が山形駅まで開通すると1992年から。 減少に転じ、さらに1999年の新城駅延伸で、その傾向に白車がかかり、ピーク時の4分の1以下まで減少した。そのため県は、各路線利用客への運賃助成などを行っている。2014年度には、国内20万7605人、国際1824人に復調した。滑走路は開業当初1200メートルで、 1973年に1500メートル、1981年に2000メートルと延長されてきた。国際定期路線誘致のため、県は滑走路の2500メートル延長を計画しているが、旅客数の減少に加えて、仙台空港との旅客争奪競争もあるため、延長計画は凍結されている。山形空港ターミナルビル。 の五百メートルほど北側には、山形県消防防災航空隊、防災、ヘリ、もがみが所属、及び山形県警察航空隊、県警、ヘリ、ガスさんが、所属が位置する。また、国道十三号及び、大雨本線を挟んで隣接する陣町駐屯地、陸上自衛隊東北方面隊霊下の第六師団が所在、南東北三県を管轄するの、 第六飛行隊の飛行場としても使用されている。そのため、山形県村山市にある大高根演習場など、第六師団管区での訓練に参加する全国の自衛隊の移動でよく利用されている。山形空港は大日本帝国海軍が造成した舞鶴沈治府上山練習飛行場を演言とし、戦後の占領期にはアメリカ軍が使用 また1956年からは自衛隊が飛行場、演習場として使用していた。池田内閣による国民所得倍増計画の一環で全国総合開発計画が策定され社会資本の整備が進められるが山形県においてはことに航空時代への対応が不十分であった。これを憂慮した山形県経営者協会会長の 服部幸男山形新聞社社長は航空路開設を主相し、県は官民一体となる神町空港設置規制同盟会を結成。神町飛行場を活用した航空路開設を目指すべく、防衛庁、大蔵省と交渉を重ね国有地の借用は実現の運びとなった。しかし、航空会社から就航の内諾を得ることが難しく行き詰まりかけるが、 服部とりと旧地の中であった、ミドロ昭一前日本空輸社長に対する、服部自身からの直接混成のほか、ミドロを引き継いだ、岡崎加平太社長と、阿弥陀藤吉山形県知事の地域の間柄にも、支えられ、全日空が就航することとなり、1962年11月、運輸省から開港許可を得た。そして人町飛行場の整備が進められ、 1964年7月1日にフレンドシップ機40人乗りによる東京便が開設された。だが開港はしたものの再三度外資での就航であったこと、さらに当時航空機事故が相次いで発生していた時代背景もあり、搭乗率が低迷し、週三便への減便必至の情勢へと追い込まれた。しかしながら、官民一体の搭乗率向上キャンペーンが、 展開されたことが走行し、登場率も上向きに転じた。高度経済成長期を迎えると、航空業界は、プロペラ機からジェット機が主流の時代となった。県ではそれに沿って1970年に空港整備5カ年計画を策定し、ジェット機就航に向けかす走路や施設等の整備着手に入った。 当初滑走路は2000メートルの建設を目指したが、初半の情勢もあり、季節の1500メートル滑走路を、日本初となるグルービング工法で整備して就航さる、こととなった。またジェット機就航に合わせ、地元住民との騒音協定も締結した。これによって1976年12月1日、全日空のジェット機ボーイング737が、就航。山形空港も、 待望のジェット機の時代に踏み出した。1983年には4往復化され、1985年にはボーイング767も併用して就航し、利用客も延べで30万人を超えた。また1979年には、これまでの東京便だけではなく、東亜国内航空、あとの日本エアシステムによって、大阪線、札幌線も就航し、 利便性が増したほか、同年には、福田武雄首相の理解と配慮により、山形県が重要事業として取り組んでいた第二種空港への格上げが認められた。加えて、拡張工事も着工され、1981年には滑走路2000メートルの強用を開始した。さらに、同年10月には、山形空港発となる中国への国際チャーター便も就航した。 1984年に新空港ターミナルビルがオープンし、また南西航空、現日本トランスオーシャン航空による山形名古屋便も新設された上、香港、バンコク、韓国、シンガポールへの国際チャーター便も飛び立つようになり、空港の国際化も進んだ。順調に推移してきた山形空港であったが、1992年7月1日の 山形新幹線開業と1999年12月4日の同線新庄駅延伸によって2002年10月31日には競争に負けた全日空が東京線を休止し路線撤退する局面にも見舞われた。しかし県による各路線利用客への運賃助成や航空会社との協調によるキャンペーンの積極的な展開によって 日本航空が乗り入れを続けた上に、フジドリームエアラインズの乗り入れも行われることで、東京、大阪、札幌、名古屋の4都市周航となり、利用客数も持ち直している。2011年3月11日に発生した東日本大震災により、花巻空港及び仙台空港が閉鎖されたため、岩手県及び宮城県に最寄りで損傷がなかった東欧空港に、 各県の防災ヘリ及び各地の自衛隊輸送機が終始、両県被災地への災害支援の中継地として、東空港が利用された。震災に対応するため24時間運用を行い、同震災における24時間運用化は、花巻空港が3月14日の31日、福島空港が3月14日対し、アメリカ軍も使用した。米軍は、東空港まで、 中型輸送機 C-130 で物資を運び、小分けしてヘリで各被災地に運んだり、ヘリの燃料補給地として運用し、東空港が空路の物資輸送の拠点の一つとなった。花巻空港は間もなく運用が再開されたが、仙台空港の閉鎖が続いたことに加え、震災直後から首都圏と宮城、岩手間の鉄道も、 東北新幹線及び JR 東北線と東北自動車道が5日以上普通となった場も加わり定期便の運行がある東空港に旅客が集中し宮城県からが9割旅客数は震災発生前の10倍以上となったこのため唯一定期乗り入れを行っている日本航空のみならず完全に撤退をしていた全日本空輸も臨時便を設定し 遠隔地間の旅客、民間貨物輸送に努めている。同様の対応は、福島空港においても実施された。なお、首都圏から山形県への旅客輸送は、新潟、下越、庄内方面を結ぶ超越新幹線と JR 上越線の特急稲穂の運行再開が早期であり、庄内空港もほぼ通常通りであったため、山形新幹線の再開までは、村山地方、 大いたま地方では、JR 在来線の陸西線や米坂線を利用して、日本海側へと大誘拐を余儀なくされたが、大きな混乱には至らなかった。以下に、定期便の乗降客数を示す。国内、国際チャーター便は含まない。マウスポインタを棒グラフの各要素に合わせると、該当年度の数値がポップアップする。この空港をハブ空港拠点都市としている。 航空会社はない。航空会社が2社以上の路線は、最前の航空会社の機材、乗務員で運行する共同運行便、コードシェア便。かつての定期就航路線、2009年に山形駅と山形空港を結んでいた山港バスの空港バスが廃止となり、それ以降は予約が必要な乗り合いタクシーのみの運行となったが、2014年3月29日から、 山高ハイヤーによる山形駅東口山形空港間のシャトルバスが運行されることになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。